あの頃は良かったって言いがちなやつ、だいたい浅い人生しか送ってきてない。ということで今日は前からずっとやりたいと思ってた自分が初めて投稿した動画を見るってやつをやっていこうと思います。で、僕が一番最初に投稿したポケモン対戦動画って、まあ、実は YouTube 上にあるものじゃなくて、ニコニコ動画にあるものなんだけど、まあ、今日は、まあ、YouTube にね、僕自身が一番最初に上げた動画を、まあ、見ていこうと思います。YouTube に初めて動画を投稿したのが2016年の7月なのか、まあ、約5年前となっておりますが、この動画のサムネがこれで、なぜかガブリアス1枚、のサムネになってて、他に何も要素がないと。再生数がね、16万再生と。で、これ結構伸びてて、一番最初に、確か僕が、YouTube 上に投稿した動画って、まあ、2000再生か、まあ、3000再生ぐらいだったはずなんだよね。まあ、その当時に比べたらもう8000倍ぐらいの、まあ、数字に、まあ、なってるということで、感慨深いものが、まあ、ありますね。早速、再生していこうと思います。あ、これあれかな？動画の企画説明みたいなのを最初やる感じかな。ちょっと待って、これフォントがさ、ダサいんだけど。まあ、ダサいっていうかなんか荒い。これ YouTube の画質が荒いとかそういうんじゃなくて、シンプルにフォントが荒いです。これ多分僕の編集のスキルとかが、まあ、なさすぎて、この5年前ですね。編集してた当時、まあ、こういうフォントしか使えないってのが己のスキルの限界だったんだろうな。恥ずかしいんだけど。まあ、多分冒頭は企画の説明しかしてないと思うんで、このパーティーすらも懐かしいけどね。ガルガブゲン。お久しぶりです。私がポケモン界の嫌われ者、本名原田直樹、ニコニコ活動名をライバルリと申します。ちょっと待って、もう一回再生していいですか。どうも、お久しぶりです。私がポケモン界の嫌われ者、本名原田直樹。これ大丈夫かなこの人。動画の初っ端からちょっと噛んでたけど。しかも、なんか本名をぶっぱで始めてるけど、こいつ大丈夫なんか？いや、こいつってかもうこれ僕なんですけどね。僕なんですけど。まあ、なんでこのスタイルで行こうと思ったのか、まあ、当時の自分に問いただしたい。ニコニコ活動名をライバロリと申します。まあ、でもやっぱこうやって聞いてても、初めての方はバロリって声がなんかね、覚えてもらうと、違う気がしますね。今の僕と声がちょっと。うわ、夏いな、この BGM とか画面とかね。説明したように、うわ、夏！このドット絵のポケモン。チューパー、まあ、いわゆるガルーラスタンですね。はいはいはい。バシャボルト、ゲンガーガブ、スイクンガルみたいな。まあ、またはその足のようなパーティーをガブゲン。ボコる動画となってますので。バシャボルトスイクン。そういう人と当たるまでカットで。相手の名前も、ね、相手の名前からも時代がわかるね。エルローライトってあれでしょ。デスロートの、まあ、エルの名前で、チェンジザワールドが多分映画のタイトルかな。こう王道みたいな。ガルー。あ、そうそうそう。ガルー。これがね、当時はこのパーティーがめちゃくちゃ流行ってたんですよ。バシャゲンガー、シノブポケさん、対戦よろしくお願いします。ね、まあ、僕も、あれですよ。化け物語の中じゃ、推しのしのぶちゃんが一番好きなんで。この当時からしっかり化け物語ネタを入れていくと。てか、むしろ今の方がもう最近見てないから入れれなくなってるまではある。これガルーラとゲンガーが2体メガ進化するやつですよ、ね。声がね。で、ゲンガーバシャーモは確定なんですよ。てかなんかマイクがなんかボフボフ言ってんだよな。ゲンガーバシャーモあと1やと思ってるんですけど。編集スキルもなければ、うん、まあ、機材も悪いと。多分ボロトマにルカリオでいけるはず。いや、無理かな。いけるか。はい、お願いします。まあ、ちなみに僕は、対戦相手のね、トレーナーネームは隠しませんよ。なぜならば、ガルーラを使ってるやつは、みんな犯罪者だからです。これ覚えてるわ。僕の動画で晒し上げて全員騒いでいきます。対戦相手のね、トレーナーネームは隠しませんよ。なぜならば、ガルーラを使ってるやつは、みんな犯罪者だからです。犯罪者は僕の動画で晒し上げて全員騒いでいきます。この当時なんか、動画がするんだったら相手のトレーナーネーム隠せ隠さないみたいな戦争が上がってて、でも正直、隠す編集をするのが誰かってから、まあ、無理やりな論をぶつけて、そいつらを論破しに行ってた記憶あります。ガルーラを使ってるやつは全員犯罪者。よろしくお願いします。これもね、よく聞くセリフですね。僕の中だと。楽しそうだな。ボルトロース、まあ、ガルーラ来たら負けかな。負けてますけど。ガルーラ来たら負けっつったやん。ガルーラから来んの？これガルーラから来るケースは、多分裏にボルトロースが、絶対に控えてるパターン。あ、ちょっと待って。あ、これね、夏いわ。これわかるわ。
これって、ガルーラ側が普通にノーマル技を打ってくる場合って、まあ、一見ルカリオに引いて、メガ進化して切り返せばいいやんみたいに思うかもしれないんですけど、まあ、ガルーラ、メガガルーラって素早さ持続値が100なんですよ。で、ルカリオの素早さ持続値が90で、メガルカリオが112なんだけど、まあ、この対戦動画を撮ってた当時、まあ、いわゆる第6世代なんだけど、第6世代当時ってそのメガ進化したターンは、そのメガ進化する前の素早さ数値で、そのターンの行動計算を行うんで、ルカリオがメガルカリオに進化したターンって、まあ、基本的にメガガルーラってこの時最速が多いんでメガガルーラ抜けないんですよ。つまり、ここってノーマル技読みでもルカリオが、ルカリオ出しが安定ってわけじゃなくて、まあ、言ったら、相手に先にメガガルーラ展開されて、まあ、ほぼ積んでるみたいな、ほぼ積んでるみたいな状況になってます、これ。だから、うわ、だるいな、これ。夏いね、この対戦とも。ガルーラから来る場合は裏にボルトロスが控えてるパッキン。まあ、こいつがね、諸悪の根源ですよ。すべてのポケモンを粉砕してった。歴代の中でも最強と言われるポケモン、メガガルーラ。猫。待って、これ最速、猫。猫は、猫魂は、ね、最速強いんだよ、ね、最速ガルーラっぽいな。これ最速ガルーラだったら、こっから3立てされて全員殺されるんだけど。あ、そうそう。さっき僕が言ってたことを、まあ、この当時当たり前のことだったんでね。まあ、特に説明せずに、状況だけ説明してるって感じで。猫魂がね、力ガルビーム、あー、猫魂が強えのよ、これ。あの、無条件でこっちの動きを止めてくるんで、すげえダメージ与えて。とりあえず耐えた。で、これさっきも言ったみたいに、ルカリオでもまくれるわけがないから、多分マリルリ出すんじゃないかな。マリルリ出してもな、ここで。投げるんかな、ルカリオ。先制取れてる前提で。わかんない。あ、やっぱ、安全に行くならそうだよな。マリルリ出すよな。はいはいはい。で、じゃれ、まあ、マリルリは今も強いけど、この当時もそこそこ強かった。ベイビー自信かな、自信っぽいですよね。あと1個ガルーラ1匹に、あんだけガルーラをボコると応募しときながらガルーラ1匹にここまでボコられてるんですけど、まあまあやばいな。おー、まあちゃんと当てると、まあまあやばいんですけど、まあ、相手のメガポケモン持ってったけど、まあ、こっち結構ポケモンが削れてる上に、ルカリオがガルーラ以外にそんな役割が持ってないので、まあ、ちょっときついってやつ。どうしよう。まあ、この当時は化身ボルトロスもかなり強かったですね。どうしよう。まあ、言うてでも僕、ここ、悪タイプにも、だと思うんですよね、いたずら心が通ったりだとか。ここまだあれじゃないですか。いや、ここは、メザコー言ってくる。レボルト見せてるから、毒毒、まあいいや。あ、これはあれです。電気技読みで練習ボルトロスに引くか、相手がそれを読んで電気技以外の行動を打ってくるかで、まあ、突っ張ったっていう。まあ、これ HD ボルトロスってことでしょ。まあまあ入るでしょ。おー。うるせーな。守るあるかな。今こいつ自然と下打ちしたよな。めんどくせーな。いや。やっぱ当時の僕はね、今の僕に比べて態度が悪いですから、全体的に。マリルリは、まだ取っときたいんですよね。いやでもここ身代わりされるかな。これマリルリを取ってきた意図としては、相手のラス位置にバシャーボが控えてた場合と、ここ独特はないんで、おそらくクッションとしてまだ使えるからっていう、守る、そういう話だと思う。なんだ、守る、オッケーオッケーオッケー、うまい。これだったらルカリを出してもよかった。うまい、相手の守るに合わせてしっかりボルトロスを投げてく、うまい。でボルトチェンジ打ちます。このタイプのボルトロスは、そう、目覚めるパワー氷とか、まあ、レイジボルトロスに通る技を持ってないから、まあ、ここは無償で着地できたのはうまいっていう。放電身代わりでしょ、ボルトチェンジ。買った相手のボルトロス。で、ルカリオ。こっち、あんだけガルーラに最初ボコられてたからもううまく立て直しましたね。この時のルカリオね、ちょっと強かったんですよ。ガルーラがやっぱ環境のトップだったから、まあ、そのガルーラに対して、まあ、ちょっと強みに出れる、いや大丈夫だ、ルカリオは、まあ、ちょっと強かったと。あと当時はメガ進化もあってね、まあ、数値も結構高かったんで。キンファ打ちてえなー。あー、深いね、これ。キンファでいいや。新速に合わせてスカイフォーチュのガブリアスが出てくるとしんどいなって思いました。あ、そういうところはね、見えてる、ね。いや、新速打つべきやったか。当時の俺は。オッケーオッケーオッケー。いや、ここインファ打ったのは多分さっきの理由だと思う。なんかすべて、多分まあ最悪、最悪、その電磁波打たれても、まあなんとかなるかなみたいな。相手の残りポケモンを見るに。っていう考えで、まあインファ打ったと、まあ思うけど。バシャだったら、
馬車はもうか、いや待てよ、馬車勝ちじゃないわ。ちょっと待って待って楽しそう。よく考えたらマリルにこれ毒もらってっから2年守るされたら負けるやん。めっちゃ楽しそう。ちょっと待って、楽しそうすぎるな、こいつ。え、この時って、そのポケットモンスターオメガルビーアルファサファイアが出てから、まあ、1年半以上経過してるんだよね。で、XI が出て、まあ、つまり、第6世代環境と呼ばれる世代に入っては、もう2年半以上この環境で対戦してるにもかかわらず、世代末期なのにもかかわらず、まあ、元気が良すぎるこの男。最近言われたんですよね。コメントとか、僕の動画のコメントとかでも言われるし、まあ、最近なんか他の人と会った時とかも、なんかライバロリさんの昔の動画見たんですけど、なんかめっちゃ楽しそうなんですよ、みたいな。これに対してちょっと一つだけ言い訳をさせてほしい。で、今が楽しくないわけではないんだよね。まあ、原因っていくつかあると思ってるんだけど、まあ、そもそも自分が大人になったと。まあ、周りを見てても思うけど、まあ、生きてる年数が長いと、まあ、それだけね、いろいろな経験をしてきてるわけだから、まあ、新鮮さ、その感じることに対する新鮮さが失われてったというか、まあ、感情が衰えていくというか、まあ、いい言い方をすれば、あれ？守らねえぞ。まあ、落ち着いてると。なんでだ？守らねえ。ああ、タスキね。まあ、この時は良かったですね。いや、でもタスキ馬車は、守るあるよな。守るあると思うんですけど。テンプレが、なんか守る、なんだっけな。守る火炎放射、目覚めるパワー氷、飛び下げりみたいな。の気合いのタスキ持ちの馬車もみたいなのが、まあ、テンプレでいて。ここまで、頑張っといてさ、2年守るで負けるとかいう、しょうもない負けはやめろよ。こいつマジで楽しそうだな。タッチペンを投げる音もね、あるよな、しっかり入ってる。さすがにあるよな。ちょ、頼む。頼む。やだ。対戦ありがとうございました。いや、あれは、喜びの裏返しなんで。悪口じゃないから。さっきの消えろってのは。忍ぶポケさん。あ、最も、オシの忍ぶを愛してたのは、私だったということで。ルビーさん、対戦よろしくお願いします。あ、まあ、なんか、違うけど。またガルールだわ。実質、同じみたいなもんだし、大丈夫でしょ。というか、ここまで15戦ぐらいやって、この対戦動画って。ガルールに当てるのがこれで2回目っていう。さすがに、そろそろポケモンやるのしんどくなってきたんで、まあ、ここら辺で、妥協、あ、そう、妥協させてもらっていいんじゃないかみたいな。ガルーラと戦うっていう、対戦動画だけ集めたくて、まあ、厳選してると思う。ボルトロスからでいっか。ボルトロス、ルカリオ、ランドロス。いや、でもこれだと、ウルガモスダメすぎ、初手にガルーラ来たら全員殺される、などの問題があるので、いや、てかウルガモス来ねえわ。だってこれウルガモス出した場合にマリロリに腹太鼓されると、全員殺されるんですよね。アクアジェッツで。だから、ウルガモスは来ない。であれば、ほや、対戦よろしくお願いします。ウルガモス来たら、もう、終わ終わりかな。火炎王者撃たれてるだけで全員殺されます。なんか最近多分ガルーラ読み。がトレンドらしいんで、受け入れなくて全員殺されます。さて。ガルーラ読みでルカリを合わせて、マンム。あ、マンムか。マンムだったらボルトロスからでよかったなって感じで。マンムってやっぱ気合の助け持ちが多いんで、まあ、このタイミングはちょい振り寄りと考えて、ボルトに下げて、一回地面技読みでボルトに引いてますね。こうステルスロックから入られるのが一番しんどいっていう。どうせ交代するだろうよ。インファ打ってもワンムー倒せないんで。で、これ地面を刺すかし、で、こうで。そう、こうトンボ返り入れてるんでね。これ相手のワンムー、こだわってたら交代し、こだわってなかったらこう確実にツララバリだと思うんですよ。これ上からトンボ打って、ツララバリ誘って、氷技をルカリオで受けて、インファで切り返すっていう、おしゃれなことやってました。打たれたら僕さすがに、涙流しますよ。レイジュボルトロスのトンボとか、あーぶんねえ、まあいいや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 。ここは、まあ、ゲンが出てくる可能性あるけど、この場を見て思い出したいね。俺が当時どうやって、
このノーダメで処理できたし、ルカリオ世代末期の環境を楽しんでたのか、この動画から学べることもあると思う。ケンタテ末期のビジョン見えないんですけど、第8世代末期のこの環境で俺がどうやって生きていくべきか、当時の5年前の自分から学べることってあると思う。ウルガモスがいたら負けるわ。ウルガモスがいたら負ける可能性あるわ。ゲンガは慎重に行くならルカリを下げるべきなんですよね。慎重に行くなら、ただここでメガして適当に催眠打たれてレイジューボルトロスが眠らされると、この時から催眠ゲンガーがいたと。あとそのガルーラが一番多かったんだけど、次に多いメガ進化ポケモン何かっていう話になった時にゲンガーだったから、まあ催眠だとしても全部かわす。まあ、当時の有名な言葉ありますからね。ガルーラ使わないやつは全員ナメプっていう。あ、ちなみにガルーラを使うか、マイクに入ってるかもしれない。そのガルーラ事故を、精神に病を抱えてまして、ゲーム中になんか音をカチカチさせてないと落ち着かないっていう、そういう病気にかかってるんですけど。カース。この時はね、ガチでそういう病気ありました。なんか、手癖がめちゃくちゃひどくて、ボールペンカチカチずっとしてたんだよね、暇な時。まあ今はもうないけど。で、この時からもう催眠ゲンガーが、ペンカチカチとかライターシュッシュとか、やばいって、猛威を振るってると。これは、やばいね、これね。こいつ、ここぞとばかりに、ここぞとばかりに、好き放題し始めてきたぞ。くそ。さっき、逃げるべきじゃなかった。弱いってなった、さっき。弱者だったな、さっきの。すんよ。ここ、さっきの交代は、もうこれ無理だって、これどうすんだよ、これ、マジでさ。突っ張るべきだったわ。これ、そのまま催眠ゲンガーに下打ちしてたしまった。マジで。三立てされるんかな。こんなんポケモンじゃないですよ。まあ、まだ、諦めるに早いと。僕の心が折れてたら。ほぼ終わってそうだけどな。これまだいけるんかな。ポケモンたちもね、避けてくれない。催眠俺の感覚だとほぼ終わってるんだけど。かわすんだ。たたりみやには伝える。かわす。よし、とりあえず一発。勝った。俺道連れされ、裏なんだっけ、ゲンガーってことは、少なくとももうガルーラいないから、ガブリアス。お、裏まで見える余裕があると。ガブリアス、攻撃室、ウルガモス。どれが来ても対面でルカリオで勝てるポケモンがいないっていう。あ、でも身代わりってことは、道連れないでしょ、自信、催眠をもう一回かわす、気合で。当たんねえんだよ、バカがよ。やろよ。なんかゴミポケモン使ってんじゃねえぞ。当たんねえんだよ、バカがよ。消えろよ。なんかゴミポケモン使ってんじゃねえぞ。催眠ゲンガーに対する殺意がやばい。これはもう何が来ても勝ったかな。ウルガモスか。あ、ウルガモス、ちょっと待ってよ。これ、技の打ち分けが可能なやつで、めちゃくちゃ早いメザ氷持ちだったら、いけるけど。スカーフだと思うんだけど、ダイモンジ。ダイモンジは耐えるわ。ダイモンジはスカーフじゃなさそうだな。うん、自信心速で処理して勝ちってやつか。よし。おー、これはあとはルカリオの神速でしばいて勝ちなんでね。シュッ、マジ。対戦ありがとうございました。楽しそうで草。いやー、催眠術当たってたら負けてましたね、バロ。このえこいつは殺します。あ、違う、これそういうことか。ちょっとね、殺しますっていうか、この当時って、まあ、対戦マッチングした時に一言みたいなの載せれたんですよ。で、そこの一言に、多分、バロって書いてあったから、まあ、多分僕の視聴者か僕のこと知ってる人だろうっていうことで、殺しますって言ってますね。なんかその視聴者には絶対に負けないという意志のもと。こういう、もっとなんかしっかりし、まあ、いいや、ガルーラ入ってるし、いいやろ。こいつは、殺します。めっちゃ殺すしか言ってない。催眠ゲンガーにも殺すっつってるし。え？おわ、終わり。ペガ、
メガニさんの前にサンタでされてて笑った。いや、てかまあ、動画、もうちょいあるんだけど、このまま流してたらめっちゃ長い動画になりそうなんで、まあ、ここで終わりにしようと思います。まあ、気になる人はね、まあ、僕の YouTube チャンネルの投稿した動画古い順にしてもらうと、まあ、見れるんで、よかったら見てみてください。まあ、この動画を投稿した当時ってね、まだ働いてたわけよ。で、このポケモン対戦動画を作って、まあ、投稿して、まあ、視聴者の反応を見るってのが、まあ、人生で数少ないっていうか、まあ、当時の自分からしたら、まあ、唯一の楽しみでもあったと。まあ、だからこんな生き生きしてるんだろうな。まあ、今は他にも楽しいことできちゃったから、まあ、いいことではあるんだけどね。よかったわ、今日この動画をね、見るっていう企画を立てれて、俺が失った何かを、まあ、少しでも拾い集めれた気がした。この動画以降ね、自分が投稿する動画を楽しみにね、期待して待っていただければなと思います。ということでね、ぜひまた次回のポケモン検討で対戦動画でお会いしましょう。バイバイ!